どうも、ともやテニスチャンネルのともやです。ちびなだるです。はい、どうも、はい、こんにちは。今回は MJ ではなく、ちびなだるでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回は、僕右利きでちびなだる左利きということなんで、僕から、サウスポー対策ということで、まあ、リターンだったりとかラリーになった展開の時にこういうこと気をつけてるよっていうことを皆さんにお伝えできたらいいなと思っております。はい、単純に実力的にはむちゃくちゃ上なんで対策になるかわかんないですけど、ぜひ試していただけたらいいかなと。現役の時はそうやって気をつけてたよっていうことを皆さんにお伝えしますので、ぜひ試してみてください。お願いします。お願いします。はい、サウスポーに対しての対策法ということで、まずリターンなんですが、左利きのサーブを返すの苦手な方ものすごく多いと思います。多分苦手だからと言って見ていただけてると思うんですけど、まず左利きのサーブというのは右利きと違って曲がり方が反対になってくるんで、特にバックハンド狙われて外側に飛んでくることものすごく多いです。ですので僕自身は、右利きと対戦するよりはもっと中に入ってリターンをするということを気をつけてやってます。例えば右利きの相手だと僕リターンだったら大体この辺でスピードでリターンするんですが、左利きになるとちょっと打ってくれる？なんか結構入って早めに抑えに行けます。曲がるのがすごく嫌になってくるんで、もうすごく前で取ることによって体重、まあ、重心移動でボールを飛ばすということを気をつけてもらえればヒットしやすくなる。あと右利きよりもっとコンパクトにラケットをヒットさせる、ボールとラケットをヒットさせるっていうことに気をつけます。だからもうコース狙うのも大事なんですけど、まずヒットさせること気をつけてもらった方がいいかなと思います。多分こういう経験あると思います。前に入らず、はい、出てた出てたみたいな、まあ、ちょっとホルトでしたけど、かなりそれていってラケット空振りみたいなことがすごく多いので、できるだけコートの中に入って曲がる前を押さえてもらえたらいいかなと思います。結構左利きっていうのはスライスサーブを使ってくることが多いので、できれば中に入って角度をつく前に、処理できるようにしてみてください。で、処理仕方はすごくコンパクトに、本当にミートさせに行くだけの感覚でリターンしてもらったら結構なんで、中に入ってるんでコートの中に入ってるってことはラケット大振りしてはいけないんで、もう一回中に入って大振りするとワープでミスショットにつながりやすいんで、中に入ったらコンパクトにリターンできるようにしてください。はい、じゃあ中に入ってコンパクトにちょっとリターンをしていきたいと思います。今の外しました。
はい、先ほどはリターンで前に入って、コンパクトにミートしていきましょうというお話だったんですが、次は狙うコースですね。コース、やっぱりリターンミスをしてしまうと、もう相手からしたら思うツボなので、まず返すこと、相手のフォア、バック、どちらでも結構です、正直言って。で、フォアに飛んできたサーブですね、左利きのサーブがフォアに飛んできて、これよくダブルスとかであるんですけど、フォアに飛んできて回り込んだらストレートに行っちゃったみたいなこと多いんですね。で、こう振り遅れることがすごく多いです。ですので、シングルスでも、シングルスのリターンね、例えばワイドに入った場合、無理やりクロスに持っていくっていうのは本当に難しい。焦っちゃってるんで、ラケット前に出やすいん でお尻も出やすくなって、先っちょのこうフレームに当たりやすくなってしまうんで、できるだけ無理をせずシンプルにストレート狙ってもらって結構です。ストレートの方が多分打ちやすいと思います。分かってない状態からクロスに持っていくっていうのはすごい難しいんで、最初から決めておいたらいいと思います。フォアに来たらストレート、バックに来たらクロスに打つっていうことを頭の中に入れておいてもらえれば、結構シンプルにリターンができるんです。今結構詰まってる状態なんです。ここはスピンが効いてる分跳ねてくるんで詰まりやすいんですよ。ですので、それを利用してあえてストレートに返すっていうのは全然大丈夫ですので、その次のラリーの展開で相手のバックハンドを狙っていくとかいうことをしてもらえればいいかなと思うので、いきなりバックハンドっていうのを狙うんじゃなくて、無理せず一回返してから次の展開に持っていけるようにしてみてください。はい、最終的に浅い棒をストレートに打っていくという展開をしてもらえれば、まあ、右利きでも左利きでも基本的なんですけど、バックを狙ってチャンスボールフォアで結構なんで、どんどん攻めていける、中入った時はどんどん決めてもらえればいいんで、はい、粘って粘って相手のバックハンド、バックハンドで粘って中入った時に決めに行けるように展開作ってもらえたらいいかなと思いますので、これ右も左も、まあ、関係なく言えることかなと思うんですが、特に左利きバックハンド苦手って人意外と多いんで、どん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 バックハンド狙っていってください。お願いします。サウスポー対策ということで、僕自身は一番重要だと思ってるのはやっぱりリターンですね。もうリターンミスしてしまうと相手としてはもうかなり楽な形で勝ててしまうんで、しっかりまずリターンを返すということから始まりました。で、その次のラリーなんですが、これはまあ左利き右利き関係なく、まずはバックハンドをしっかり狙って、僕自身はバックハンドを狙うとフォアのオープンコートができたりとかもするんで、チャンスボール打ち込みやすくなってきたりとかするんで、できるだけバックハンドをしっかり狙って、コートの中に、自分自身がコートの中に入ったチャンスボールっていうのは、相手のフォアでも結構ですので、オープンコートにしっかり打ち込んで、次のボール返ってきてもボレーでしっかり決めれるっていう形が理想的かなと思います。どんどん前に前にっていう感覚が相手にすごいプレッシャーを与えたりとかするんで、ショットだけで勝つとかでもなく、プ
プレッシャーもかけてしっかり試合していけたらいいかなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すごく強かったです。また何かあればね、はい、サウスポーなんでぜひ出演してもらおうかなと思います。では